土産用のリモンチェロ・リモンチェットとは、イタリアを起源とするレモンを用いたリキュール。伝統的なレモンリキュールとして一つのジャンルを築いており、家庭などで作られる以外にも、複数の酒造メーカーが製造している。なお、リモンチーノなどとも呼ばれる。カンパーニア州のナポリ湾周辺のカプリ島、ソレント半島、アマルフィ海岸の一帯が産地として有名。糖度の高い果実酒。 レモンの火費をアルコール度数の高い上流酒に一定期間浸士した後取り出し砂糖水を加えて1週間から1ヶ月ほど置く製法が一般的であるもともとはソ連島を中心とした地域で各家庭ごとに庭でなったレモンを使って作られ愛飲されてきた食後酒だったが当地をバカンスで訪れる観光客によってイタリア全土からヨーロッパに広められ現在では 世界的に知られるイタリアの名産品の一つとなった。最近では日本での入手も容易である。レモンの香りがし、甘みもあるので口当たりは良いが、アルコール度数は30%以上ある。冷蔵庫や冷凍庫などでよく冷やし、食後酒としてストレートで飲むのが一般的な飲み方。 現在でもレモンを生産する南イタリアの多くの地域で作られ、カンパーニア産以外では特にシチリア産が知られるが、品質的には芳醇な香りが特徴のカンパーニア産のレモンを使ったものが最高とされる。乳成分の入ったクレーマディリモンチェットもある。こちらは一般的なリモンチェットに比べアルコール度数が若干低い。リモンチェットの材料なお、 この時使用するレモンは無農薬栽培でかつポストハーベスト農薬が使われていないものを使用することが望ましい。また、この時使用する蒸留酒は無色透明でなるべくアルコール度数が高くエタノールと水だけの混合物に近いことが好ましいとされる。場合によってはアルコール度数95度以上のホワイトスピリッツを使うべきだとされることもある。したがって、 工場などリモンチェットを製造する場合はしばしば中性スピリッツが家庭でのリモンチェットの作成にはしばしばスピリタスが用いられる。ありがとうございます。